よし。本日は8月2日。本日8月2日。やぶしての卒業が近づく。長かったね、いいかな。なんかもう8月なんですけど、あっという間すぎて、日は早い。だってもう8月のさ、1日目はもう終わったんですよね。ブラジル、ラスト JK、 そうですよ、私も今年でラスト JK です。なんか響きがいいですね。おはようございます。高校生ラスト、どうですか。なんかそう、あんまり高校生の思い出は、夏休みに入って夏歌の収録をすることか。毎年高校野球のナビゲーターをねさせてもらって、おはよう、おい、お腹が鳴ってる。
すごいお腹の鳴り方する。え、グーとかじゃないんです。なんですけど、母さんが連れてってくれたんですけど、妹とで、したらなんか、アーシャンはまあ普通になんか料金のカウントする時に、で私を見てなんか中学生さんですかみたいな感じで、大人料金、中高生料金、小学生料金、幼児みたいなって、なんか中学生さんですかみたいな感じで聞かれて、なんか「あ、いや違います」みたいな感じで言ったら、母さんが小学生料金に入れられてなんか小学生料金入れられたって、なんかそれがすごいあまりにも自然にスムーズにいきすぎて、料金をちょっとふと見た時に、え、小学生料金入ってます、あ、え、何歳でございますか、17歳です、あ、高校生さんですねって、中高生のところに入れられました。これ小学生料金ではまだいける。いや、中学生ですかって聞かれて、なんか大人料金にされるんじゃなくて、子供料金に、なっちゃうんだなと思います。小学生料金いけた。そう、いや、これ半年前はしゃぶしゃぶ温野菜に行った時に、なんかその中学生料金に入ったんですよ。だから半年前よりラン、年齢下がった。半年前、そうナチュラルになんかこうあれですよね、店長じゃない店員さんとかって、こうナチュラルにそのこう見た目、こう何の悪気もなく普通にもう料金精査するためだけにまあやるじゃないですか。そのナチュラル加減が逆にね、中学生はいけると思いますか？年齢言われんかったら何歳に見えるんだろう。STU 体操してないな。明日しよう。14歳、13歳、中学生って言われても納得？中3、高1、中2。いやいや、メイクすればね、また雰囲気変わりますもんね。
ちが綺麗。13歳だったら私が ST を入った頃と一緒ですね。戻った高校生なの。いや高校生ですよ。 LJK ですよ。そうなんだ。そういうもんなんですね。人生何あるかわからないですね。若返るかもしれないですね。見た目、年々見た目が。でも小学校5年生の時は幼稚園料金に入れられたこともあったよ。幼稚園児料金、これはもう全然 ST 入る前なんですけど、小学校5年生とか4年生の時に一気に身長が伸びたんですよ。その身長が伸びる前まで本当にちっちゃくて、ただちょっと背が高い年長さんかなみたいな、小4の時かな。で、そう小学校5年生の時になって背が伸びたんですよ。ぐんぐんぐんと。あはや童顔ってことなんですかね。投げキース。ST に入っても身長伸びたんですよね。最近でも背低くなったってユミコに言われた。ユミコには背が低くなったって言われるんですよ。他のメンバーにはここは背高くなったって言われるんですよね。30過ぎても18歳とか生きるんじゃ。でも STU にいるうちはずっとそう言われそうだな。なんか STU にいたらみんななんか大人にならない。ならない。ねえ、ユミコが背高くなったんよね。ユミコ絶対伸びたよね。私だって絶対高くなってるもん。ユミリまだ伸びてるんじゃない。ユミリンここはちっちゃくなったって言ってた。え、よね。そう言われるんですよ。よく言われますよ。メンバーでも例えばミチュとか、ミユミとかヒナとかの横にとってもなんか身長高くなったって。謎ですね。 STU 七変七不思議。
STU の七不思議作りたい。七不思議。あとの六個あとの六個はあのカイコカの STU 七不思議でちょっとどんどん限定されていくけど、あの水を飲むときに水分の補給のなんかカゴみたいなのがあるんですけど、そこに、まあ、一人ずつ名前書くじゃないですか。でみんななんか漢字でなんか今石田美、石田智、今村、岩田とか書かれてるんですけど、あの私のはココアってひらがなで書かれてるみんなカタあみんなか名字の漢字なんですけど、私はひらがな名前で、なんじゃこりゃ、おいだよ、ここあって書かれてますね。かいってでも確かに書けないんですか。そう、かいがなんかちょっといが多分なんか難しい絶妙に。あでもゆみこはたきのって書かれてる。たきがひらがなでのは漢字みたい。かいよりここはっぽいですか。たきが難しいけど。あはよう。呼ぶ人は呼ぶ人、呼ぶ人はかけれてます。なんか一瞬なんかあのめっちゃ可愛いなんかこれぐらいのキーホルダー、なんて言ったらいいかな、これぐらいのキーホルダーにあのマイキーは9かな、マイキーは中村ですよって書いてある。こんぐらいのちっちゃいキーホルダーがあの一人ずつの水にかかってたんですけど、すごい見えづらい。なんかすぐ取りたいじゃないですか水って。でもこう探してると喉がどんどんカラカラになっちゃう、衝動に駆られちゃう。きっとなんかキーホルダーみたいなやつに入ってたことがあって、でもちっちゃすぎて読めなくて結局それどこ行ったんだろう。結構可愛かったんですけど、一人ずつ名前が書いてあって、それがひらがなココアになってよかった。
あ、キーホルダーに一人ずつね違ったキーホルダーつけたよね。すごい、今日は8月2日ですよね。やぶしたコーンに向けて、あ、これは2つ目の七不思議ですね。ココアっていう書かれる中、3つ目の七不思議、七不思議なんなんじゃろ。あと5個、5個もあるかな。不思議、七不思議、今もう2個言いましたよ。ありました。あのバスとか乗るじゃないですか。で、まあバスに乗るまでにこう、あの例えばエレベーターとか乗るんだったら、こう一番最後に乗った人が一番最初に出るじゃないですか。こう一番最後に、まあ、入り口に近いっけ、こうは最初に行動が早い人からどんどんね、こうエレベーターとかあの詰めるっけ。で一番最初に出るのが、まあ、一番最後に動き出した人じゃないですか。で私大体動き出すのが遅いので、動き出すのは遅いけどみんなは歩くのが遅いけ、私一番前に行ってるんですよ、いつの間にか。でまあまあ動き出すのが遅いけ、まあ、エレベーター最後に乗って一番最初に出るじゃないですか。でバスに乗り込んだらもう一番後ろに詰めるんですよ、後ろから詰めるんですよ、そう全員が入れるように。なんですけど、確実にこの人数に対してバス絶対いっぱい場所あるやろっていう時に限って、もうめっちゃ私が一緒に座ったらみんなぎゅうぎゅうに詰めてくるんですよ。みんなっていうかマイカーなんですけど、ユミコとオキちゃんとヤブシちゃん、でいや何十席もあるのに今日4人しかおらんやろみたいな時も、なんか私が後ろにいたらなんか4人詰めるんですよ。いや自分が苦しいでしょって思って、そこさっき席あったよねと思って、くっつくぎゅうぎゅうになるんです。フェイント使わんとき、でも嬉しいんやろ。まあのもう不愉快な気持ちにはならないですね。なんでこんな、もう本当に嫌だとかならない。いやなんで冷たい、いや別にいいけどってかなる。これが七不思議3ですね。あと4つは出てこん。
気がつくと口が開いちゃう。カイコはもうザですね。ザ発表。宿題にしとくわ。ぜひ次皆さんに言えるように、メンバーとも考えてみます。では今日はここら辺で七不思議を発表したところでランキングを読みたいと思います。あ、思いついたらメモしてきます。自由研究、懐かしい、私の自由研究のやつどこ行ったんじゃろ、昔の。気になる。いいわ。ではランキングを読みます。13位、イラシさん。12位、カレパンさん。11位、ラームさん。10位、クルトさん。9位、コマメマキさん。8位、赤ヘル、あ、8位、ヨウさん。7位、カキヒロさん。6位、赤ヘルサンタさん。5位、タクゾさん。4位、癒し系さん。3位、ヒサさん。2位、スエンさん。1位はノッシーさんです。ありがとうございます。皆さん、本日の朝も配信を見ていただきありがとうございます。今日も一日頑張ってください。ファイティン、応援してます。あの配信をお届けしたのは STU48 のカイココアでした。ぜひフォローよろしくお願いします。明日は STU 体操。バイバーイ。